外した分だけカントリーマームを食べなきゃいけないフリスビーフリースロー対決。やったー。どうでしょう、ハルキと。エブハルミと。ロセと。モチです。対決ではありませんでした。はい、はい、協力プレイです。そうですね、そうですね。誰かが入れたらもう全員 OK。 自分が入れるまでじゃない。はい、はい、おー、よかった。今日はですね、河川敷に来てるんですけれども、はい、はい、今回使うのはこちらフリスビーでございます。はい、ちゃんとね、競技用のフリスビーなんですけど、これをあっちにあるバケツに、まあ、ここら辺からこう投げて入れます。で、外すごとにカントリーマームを1枚食べていくという感じでございます。なんでかって言いますと、まあ、入るまで帰れま10にしちゃうとちょっと日が暮れてね、映んなくなってしまうと。そうですね。なんか断念はシャバいじゃないですか。うん、なんで、まあ、だからそのカントリーマーム食えなくなりましたみたいな断念方式、リタイアする道を増やしとこうぜっていう、あれでございます。はい、はい、というわけで今回は外した分だけカントリーマームを食べなければいけないフリースビーフロース SS です。はい、やっていきましょう。はい、おい、どうします。じゃあ挨拶順でいきましょうか。そうっすね。いきます。1投目、はい、よっしゃい、決めます。第1投、おお、一発目からそんなことある。すごっ、うまいやん。ある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 。1発目から来たじゃん。2投目いきます。はい、あー、高さは良かった。高さは。第3投目いきます。あ、おお、危ない。え、カントリーマーム食べるシーンはわざわざこうやって食べますじゃないですけど、ちゃんと食うんで。はい、四投目いきます。ああ、はい、ありがとうございます。出ます。マジ。あ、カントリーマーム。もしカントリーマーム2個持ってきて。あ、2個。山田くん座布団2枚持ってきてんじゃん。ちょっと、新ルール提案があります。出てや、こういうパドルやってるじゃん。バケツに当たった人は、そのターン、カントリーマーム免除で。あ、マジか。ありがたい方じゃん。やった。欲しい人は免除で。カントリーマーム締め。やば、重い。あ、うわ、惜しい。当たった。でも普通に入りそうだ。当たりやがった。イエーイ、免除。いきます。あ、まあ、危ない。ガンガン。しかも、カメラでこんなんがぴょこぴょこしてるだけだ。いきます。うわー、惜しい。今のやばい。めっちゃ惜しい。技見せますわ。地面をすぐ釣って上がるやつやるから。これ上がるわけねえだろうがよ。上がんだよ。すげえ。カントリーマーム。カントリーマームです。俺がその技の身を見せてやるよ。やめたか。2個食え、お前は。しっかり2個持ってる。なんでここにいるんだ。あなんかね、カントリーマームによってこうなんか集中ができなくなってる。それな。はい、こちらじゃんけんで勝った人だけが飲めます。マジかよ。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。消えんな、カメラ。最初はグー、じゃんけんぽい。やったー、勝ったぜ。さあ、はい、一口で終わりです。はい、一口で終わりです。まーって、凝視されるのめっちゃ飲みづらいんだよ。
終了でーす。戻りましょう。マジかよ。最初のタイムじゃないかよ。おい入れよ本当に。あのね、あっちのねカメラの充電がきつい。頑張ろうぜ。そういうすごく内面的な事情。よし気合い入れ直そうぜお前ら。おう。集合。提案があります。はい、近づけない。そうっすね、半分切ったし100個食ったんで。100個も食ったのか。100個ってやばいね。近づけていいですか。近づけましょう。じゃあルーレットで決めましょう。こちらマイナス1とプラス1が比率一緒です。3です。でプラス2が比率2、プラス3が比率1。なるほど。運命のジャッジメント。いきまーす。ピン。マジで頼むよ、マジで頼むよ。何色がいいんだ。これは来たー。いやー来たんじゃない。ファイナルファンタジー。なんでだよ、ファイナルファンタジーのここかいらねえんだよ。来た。結果プラス3。プラス3です。やったー。来たじゃん。じゃあそっからまあ動画をわきまえたプラス3お願いします。おい負け前すぎてるよ。助けみんなよ。ここです。はい、3歩進みました。続けましょう。あ、充電が死にました。こっちの嘘だろ。いける。うわあ。あった今。あったよ。ここだったよ。惜しかった。ここだった。アイキャン、アイキャンフライ。コールして誰か、カントリーコールして。カントリーっぽいコールお願い。来るかな。食いづらすぎる。いらんもん、もはやそのコール。続いてる気がする。カジマワンツーカーチーマーこの道ずっと行けばこの道続いて気がするカーチーマー。はい、集まってください。カントリーマーム制度撤廃しませんか。線を戻してカントリーマーム制度撤廃しない。終わっててっ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 てるでいいと思う。フィッシュフィッシュ。そうしようもう。怒られるから俺ね。フィッシャーズ。じゃあ簡単にもうなしで。これで怒るやついると思う。いないです。もうね、皆さん一個40、50ぐらいですよね。うん、50キロカロリー。それを僕たちも30個ぐらい食ってます平均。1500キロカロリーを取っているわけです。そう、しかもカントリーマームのみでね。すいません、カントリーマーム制度撤廃します。シンプル帰れま10にしましょう。お願いします。やりましょう。あー一回寝ね。多いな。それではカントリーマーム制度撤廃後のフリスビー、フリースロー入れるまで帰れま10、よーいスタート。ひどい。ひどい。すまぬ。おぉ終わっちゃい。俺来てる。うん、頼むよ。もうある。うわぁ入っただろ。今どっち。今どっち。今絶対入った。今こう行ってこうなった。ここでこう出た。絶対入った。今喜びね。なんか微妙だね。もうスローカメラでもうちゃんと一応映ってる。そもそも今の。あれ。では入ることが証明されてます。すごい嬉しい。ノーカン。なんでだよ。この。ダメだ。明るさマックスでも映んなくなってきた。じゃああと30分？6時半までやろう。
お、あ、お、あ、全然だ。全然でもねえか。お、あれ。あ、入ってれた。入ってれた。入ってれたよ。おい。入っただろ今のは。なんでだよ。テンション上げようぜ。タイマーやる。いいよ。あと26分ある。十分だ。やるっきゃねえだろそんなのよ。イメージをこう、ザクサイ、ザコイ、ザコイ、ザコイ野球部、ザコイ野球部。よし。トンボ、トンボでいつもグラウンド鳴らしてる野球部。こういうあの涙がついてる目にメガネかけてるタイプの野球部員だ。やるしかねえだろ。はい、ということで、はい、はい、名称で初めてな感じです。そうですね、 YouTube の中で多分この感じになるのキャンプ系 YouTuber しかいない。6時半になりました。はい、はい、6時半暗いね。暗い。リベンジします。リベンジしたいです。しますよ。これはもうちょい早い時間から始めて、もうカントリーマームです。やめよう、うん、それな。そうだね、カントリーマームなんか食ってる場合じゃないよこの企画。はい、もうリアル帰れないようにしよう。ということで本日のチャレンジは失敗ということでございました。じゃあカイトがこの前雑談動画で締めた方法でいきますか。どういうこと。フリスビー、フリスビー575 575だ、464だ。頭おかしい。世界線変わったお前だけ。じゃあモッチ、俺、モスの順番でいきましょう。河川敷、みんなもポケモンゲットじゃぞ。というわけで次回リベンジ編でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。